はい、どうもこんにちは。おなごきました。まあ今回武器ガチャが、来とるのでやっていくんですけど、ドカンと来たぜ。武器の前にとりあえずキャラを、引いて、まあ、キャラ実はまあ500個ねジュール使ってやってるんですが、引いたのがアマタ、リンデ、トモエ、ま、たせで、まあノア引けたらいいなと思ってて、まあ見ての通りでジュエル少ないので、キャラの出方次第では、お待ちかねの雨、アマゾンと掘ったりとかあるかもしれないですね。ってなわけで、とりあえずキャラガチャからやっていきます。まあ結果ね、武器ガチャやらないとかあるかもしれないですけど、あ、僕なんですね。ということでね、この僕なんですのはいらないのでノア来てほしいです。ということで、ポチッと、あ、ポチッとやるんですけど、押し通るよ。まあポチッとやってきます。まあスムーズにね、いつもその無線で、ね、飛ばして映像飛ばしてたんでカクカクしてたんですけど、まあガチャ動画くらいはまあ、ね、綺麗に撮ろうと思ってフルスタックスでやっております。またエビシダメじゃダメだよ。かわいい子いる、私に任せろ。まあダノスの皆さんがどこへでもお楽しみ、たくさん遊ぼう。戦うの、もう嫌な予感しないね。研究室ありますか、研究室ありますか。冒険の始まり、力を貸しましょう。何でも収穫してやら、なんかこうやる気をそがれるような、結果になったかなと。ちょっとね、納得いかないかもしれないですね、これだとね。まあ戻りますかと。ただその英雄の方の武器も欲しくて、やつには拳剣、あとなんか何だったかな、とりあえずまあ欲しいのあるんですよ。お待たせ。で、まあ武器もやっときます、やっときますかと。確率がね高くなってるんで、まあなんか出るでしょうと。まあ、これで出なかったらさすがに確率をね、なんかもう下げられてんじゃねえかと疑ってもいいレベルかなと思いたいとこなんだけど。出ないんですよね、これ。ちょっと金は多いけど、あーちょっと交換しようかなって悩んでたやつが出ましたね。ということで、まあ、武器は1個節約になったかなと。まあ、4つ分ですね。節約になったという感じですね。やっぱなんかちょっとね、キャラガチャで失敗してるのがちょっとしっくりこないな。いやー、しかしまあ悔しいですね。ジュエルが増えてるね、どっかで聞いたことあるんじゃないかっていう言い方なんだけど、お待ちかねの雨。正直今回の夏ガチャね、あんまり魅力は感じないんだけど、まあノアだよね。あ、僕なんですね。絵はちょっとひどいけど、まあでもまあスメラルダ星じゃないかなと。これで出なかったらさ、でもやっぱりもう武器ガチャに行った方がいいのかなって気もするんだよね。さあどうなんでしょうか。なら最後に来てくれるかもしれない。これも運命か。まあまあピーク、アーモンドピーク、サマーバージョンよ、よろしくね。エビシ、舐めちゃダメだよ。縄張りは荒らすなよ。お不動者させてください。大きに計らえ、まあ、なんか精一杯やります。に私に任せろ。みたいな、お邪魔します。一人でいいっつーな。斧を取りに行かなきゃダメになっちゃうみたいな、そんな感じかな。いやーピークもいいんだけど、
やっぱ一番強いの、今回の一番当たり点、個人的にはノアかなと思ってるんですよね。ね、クマとかも、まあ、HP、増やせば、まあ、強いんでしょうけど、まあ、結局、その、まあ、4人協力とかで、まあ、それぞれスキル、オートスキルとか、リーダースキルとか、まあ、そういうので、上げるしかないんで、なかなかまあ、結局ヒソカとかの方が使い勝手いいかなって気もするんですよね。まあ、何でも、もう一回引いちゃったかわかんないけど、なかなか流れでやっちゃったんで。まあ、なんだろう、10連に1回ってことで、次2回出れば、まあ、ぼちぼちいいんじゃないかなって。まあ、残り5キャラあるんで、面倒見てあげる。夏と言ったら海さ。面倒見てあげる。よろしく。イケメンいますか。ドラゴンなんか全然。良きに計らえ。少ない。俺がいれば百人力。良きに計らえ。かけっこを任せて。アーモンドピークサマーバージョンよ。最強に近づいた。まあ確率的に言えばまあまあそうなんだろうって感じなんだけど、まあ都合よくさピークがさ2連続するなんておかしいんだよ。まあ1回戻って、まあ、からのお待たせ。これでさノア出てくれなかったら結構3というか、うん、お待ちかねの雨。そらく今月4スターとまあ入れ替え来るんじゃねえかなみたいな予想はしてるんだけど、結局入れ替えさえ引けちゃえばさ、あれなんでね、ドライドルのティナがさまあまあ使いやすくて、結局その後のリアンとか頑張ってて、まあ強いには強いけどそんな使い勝手良くない、君のナイトになろうっていうのがあって、面倒見てやめる。ティナの状態が悪いやと、お前の力見せてみろ。発動者させてください。かわいい。それより弱いやつはいるか。頑張っちゃうわよ。やっちゃい、一発打ち上げるぜ。冒険の始まり、よろしくお願いしますね。まあ、マスカーをしても仕方ないので、まあ、これにしとこうかと、うん、わっしょい。まあどうだろうな、まあ期間はまだ25まで、なのでまあもう止まったら引いてみようかな、そんな感じです。いやまあそんなわけでね、うん、お待ちかねの雨。まあまあ、でも敵を引けたのってセルジュとピークと、あ、僕なんですね。なんだっけ、武器、ガチャは新しいやつ引けなかったけど、まあ、まあ僕ね押し通るよ。まあお祭りはしょいに持たせてもまあまあいいんじゃねえかなと思う。あまたのモチーフに正直発揮しなかったから、まあ、おなごきました。まだいいかなみたいな、そんな気ですしてるんで、うん、今月の配布種類がどんだけいいか、ゆるりと戦うのです。はじめにね、ワニシェルで、まあ、キャラブー来てて75個と、なんかその、一連のお詫びですね。永遠のね。で、90個来てるし、まあ、ほら今まで通りなんで、7月に持ってこなかったらなんかな、なんなんだろうっていう。お待ちかねの雨。まあ、あまりね、グラムが絡んでも仕方ないので、この辺で終わります。よかったらですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。あ、僕なんですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。ではまた。